就職戦線以上なしは、杉本玲一の長編小説デビュー作で、同作を題材に、金子修介監督、小田裕二主演で映画化し、1991年に公開された日本映画。制作は、フジテレビジョン、配給は東宝。新卒採用の売り手市場だった、当時の日本の風潮を描いた作品で、1991年3月に、 バブルケーキが崩壊した後に公開された。本作のタイトルは、ドイツの作家エリヒマリアレ・マルクの長編小説及び、アメリカ映画の放題、西部戦線以上なしにちなんだものである。キャッチコピーは、なりたいものじゃなくて、なれるものを探し始めたら、もう大人なんだよ。公開当時はほぼ無名だった牧原の之,之の、主題歌、どんな時も。 もう多くの人に鮮烈な印象を与え大ヒットした。空前の売り手市場と言われた時期、就職活動に奔走する若者たちの姿を描く。早稲田大学社会科学部4年生の大原は、マスメディアの大手企業に就職して派手な生活を送りたいと夢見る立川に影響され、とりあえずマスコミ関連企業の就職活動を始めた。 大原に好意を抱く友人のマリコは、大原をモデルに就職活動本を書き上げようと、同行を追う。6月に入ると、採用が内定したものの話も出始めるが、大原と立川は相変わらず。ある晩、二人は、友人の北町から、六本木の高級ディスコへ誘われる。北町は、父親のコネですでに大手広告代理店の内々、邸を取り付けていたが、 優秀な学生を青互いで確保したいデパートからの接待を受けていたのだ。VIP ルームへと通された一行は羽目を外して騒ぐが、それを心よく思わない中年男と喧嘩になり、大原は中年男を殴り倒してしまう。8月からは本採用の就職戦線が始まり、未だ内定が得られない大原と立川は狭き門である本採用にかけていた。 F テレビの面接会場で大原は喧嘩で殴り倒した中年男が面接官の一人天宮であるのを知り F テレビの面接試験通過は厳しいと予感するがなぜか試験を次々と通過する実は天宮の陰謀であったのだが陽子やマリコの助けもあり難関を突破して最終面接まで残ることに成功したその一方北町は 父親の休止で帰郷、立川もマスコミを諦めて外食チェーンに入社することとなり、就職戦線の理想と現実を目の当たりにした大原は、本当の就職とは何なのかを考え始める。ありがとうございます。